江戸幕藩体制における国主は、近世江戸時代の大名の格式の一つで、領地が一国以上である大名を言い、大主、国持大名とも言う。また、大名家を、その一、地、居城から格付けする国主、純国主、上司マイナス上、主格無上のうちの一つである。ここでは、国主、純国主について記述する。大国主語でありながら、 官僚や御昇番衆にならない家柄を指す中世、室町時代の国持衆が語源。本国持ち重や及び一国持ちではないが、大量有した大見国持ちがある。道の区国、出話国についてはその領域が広大であることから、一部しか支配していない、仙台藩、森岡藩、秋田藩、米沢藩を国衆扱いにしている。また、肥後国には、 熊本藩の他に、人吉藩や天草諸島があったが、熊本藩を国主扱いにしている。逆に、国の範囲が強小であることから、一気一国一円地業の松浦日前上、島一国一円地業の稲垣泉守はそれぞれ国主、国持ちとはされない。オバマ藩は、若狭一国及び、越前鶴賀軍を領する魔本家である、姫路藩坂井氏との釣り合いから、 国持ちとはされない。また、大見であっても、徳川の三や松平日を守る、松平さぬき神、伊加門頭、九正家も、国主、国持ちという価格には加えない。また、一部に四品に承認する家系を、国主格ということもある。時代により、国持ち十四やから、国持ち二十屋まで呼び方に差があるが、名数や、歴史の辞典などでは、 国持ち十八屋での掲載が多い。家徳時に四品字十以上に助人。部屋済みの初館は、十四位死体上で、五位助人のない家。三勤交代で三布、出府時、将軍に配越以前に上司として老中が、大名邸に伝達に来る栄誉を持つ家。国高での加減は確定できない。とされるが、例外もある。国主、国持ち大名のうち、 山内家を除く松平世の家と鎌倉府及び室町幕府の重臣であった上杉や細川家は四次の天上元服玉物意味名がある。また武家官位として国持大名が自分の両国の国主を名乗るのは一種の特権とされており、通常の実態のない守る名乗りとは違うものとされていた。ありがとうございます。